で改善税理士の坂田です。役員報酬っていくらにしたらいいんだろう。法人税と所得税、そして社会保険の兼ね合い、そのあたりを含めて一番節税になるのってどんな風にしたらいいんだろうか。そんな悩みって多くの会社の役員あると思います。ですので、ね、この動画最後まで見ていただいて、役員報酬の考え方、みっちりとね、身につけていただければと思います。じゃあ最後までご覧ください。はい、それでは、ね、役員報酬っていくらにしたらいいんだろうってね、ところなんですけども、まあそもそもですよ、役員報酬がいくらだったら一番節税できるかとか、もうそのあたりってそんなに変わんないんですよ。まあ、ちょっと変わるけどね。でもそんなこと考えてるんだったら、今あるね、利益をね、倍にする、3倍にする、ね、利益も1000万だったら2000万にする、3000万にする、1億にすると。会社を大きくして、会社の目的を果たすと。世の中に素晴らしい会社にする。そしてみんながあなたの商品を買ってくれる。あなたの商品が欲しいと言ってくれる。あなたのサービスを受けたいと言ってくれる。あなたの会社が最高だと思ってくれる。そういったものにするのが社長の仕事ですよ。役員報酬をいくらにしたら、ちょっと税金が安くなるから、50万とか100万ぐらい変わるなとか、そんなつまんないところをやって、ってるんじゃなくて、まずは経営者だったら経営をして利益を出して、そして会社の目的を、ね、達成する。あなたが一番最初に会社を立てた、事業を始めた時にどんな風な事業にしたかったか、どんな会社にしたかったか、そんな思いを達成することをまず考えなさい。それで達成して、あ、もう俺はいいと、もうやることはやった、この会社は一番もう成熟したよと。だからね、少しぐらい節税したいと。そうなった時に初めて役員報酬って本気で悩みなさいよ。そうしたら僕いくらでもね、相談乗ります。相手はうちのお客さんにもね、もうそんなことでまず経営しろって言って、経営の経営計画立てる方がよっぽどお金手元に残るからって言って、とにかく経営計画を作らせて、実行させてってることをやってるんですけども、まあ、そのじゃあこの題名何なんだよってとこもありますのでね、一応最後まで、役員報酬についてね、ここから説明をしていきたいと思います。で、オーナーにとっての役員報酬なんですけども、中小企業のオーナーが、その会社の上がるね、利益を吸い上げる方法は、まあ、吸い上げるっていう言葉がね、ちょっと嫌らしいですよね。でも、まあ、節税とかのね、観点もありますから、当然会社がね、今後継続していく意味で、やんなきゃいけない節税とかもね、税金のプランニング、タックスプランニングとかっていうのがありますから、そういう面を含めてね、ちょっと話をするんですけど、役員報酬、そして役員退職給与、利益の配当とか、そういったものがあります。で、まずは、役員退職給与っていうのは、まあ、節税としても大きいし、そこで変にお金がなくなってしまうと、今後の、ね、経営に穴が開くっていうこともありますので、そこはね、結構前々からどんくらいにすればいいかと。で、そこであんまり利益が減ってしまうとか、損がね、出過ぎてしまうとか、そのならないように試行錯誤をするってことは大事だと思います。で、役員報酬なんですけども、その受容する役員報酬には所得税がかかります。所得税もかかるし、社会保険もかかります。で、この所得税はまだしも社会保険とか結構大きいんですよ。社会保険って最低 30% ぐらいかかるんですね。会社と個人合わせて 30% ぐらいかかるんで、はっきり言って税金よりも大きい。で、法人税っていうのは実施公税率が 20% から 33% か 4% ぐらい、そんくらいですので、そこに比べても社会保険だけで税金よりも大きいってなってしまうので、給料で出すってことは結構税負担が大きくなると思ってください。ただし、給料で出さないと、もう自由に自分がね、遊びに行くお金とか、家族がね、使うお金とかって出ませんので、まあ、本当に家族の生活をどうするかとか、そういったところに主軸も置きながら、使いすぎないぐらいのね、風に会社に貯めていく方が、最終的には経営も安定するし、会社に残るお金もあります。ただし、それをずっとやりすぎちゃうと、子供の代に事業を承継するって場合に、納税しなきゃいけないっていうパターンがあります。事業承継で、今、いろいろね、特例とかがありますけども、それをね、超えて、それをやらなかった場合には、納税しなきゃいけないとか、会社を引き継ぐ税金が払えないとか、そういう可能性もありますので、それはね、でもやっぱすごい儲かった時ですからね、そういう、なりそうな時は、やっぱり税理士さんに相談をしてもらう。先に給料とか、会社のね、会社の財産を圧縮しといて、適切に株式の贈与を行うとか、そういうやり方もありますので、役員の報酬っていうのは考えてください。ただし、まあ普通にね、報酬出していけば、多ければ多いほど、手元に残るお金っていうのは少なくなります。なので、会社に残しておいた方が、手元に残るお金は大きくなる可能性が大きいと思ってください。で、法人の課税済みの利益にかかる法人から、オーナーへの配当金っていう方法もあります。で、配当に関しても、少額の配当以外は基本的には全額課税になるので、むしろ給料よりも負担が高くなる可能性もあります。ただし、これ株主はね、例えば子供とか、奥さんとか、そういう人たちを主な株主にしておくことで、役員の税率はそんな変わんないと。
だけど子供たちとか奥さんとか税率が低い人に対して配当をして利益を移して自由に使えるお金を生むとか、そういうやり方もありますので、まあ、そのあたりもね考えながらやっていただければと思います。で、役員報酬どうやって決定するのかっていうんですけど、これは定価に定めること、または株主総会、そして取締役会の方法等によって支給額を決定します。なので必ず役員報酬決定したら株主総会記録、取締役会議事録を残してください。作り方が分かんなかったら税理士さんに聞いてください。絶対それは知ってると思います、基本的には。あとは役員報酬変更する場合も同じような手続きありますから、必ず税理士さんに聞いてください。ただこれ税理士さんが作るものではないと思ってますので、自分たちで作ることになると思いますが、作り方は知ってると思いますので聞いてください。もし最悪分かんなかったら僕に LINE アットで聞いてください。基本的にはね、簡単なことだったら無料で教えますし、ググれば出てきますから、ググってください。ググった方が早いと思います。で、法人税法上の制約がある理由なんですけども、中小企業の多くは実質的に経営者とオーナーとが同一だと、近親者だと、そういう可能性が高いと。だからもしね、会社がね儲かってなかったんだったら給料を抑えちゃえばいいし、会社が儲かってんだったらどんどん給料出して法人で少なくしようとか、そういうことを思うやつがいるから、こういう制限役はあるんですよっていうことです。と、当たらずも遠からずみたいなところがあって、やっぱ皆さんどこが一番節税ポイントなんだって思ってるじゃないですか。思ってるってことは、やっぱ実際そういう人がいたからだ、そういう風になっちゃったって可能性が高いですよね。なので、まあそこの法人税の回避目的の利益調整っていうのは、まあいろいろね問題が出てきますので、また今後あるんですけども、ちゃんとね法律にのっとってても課題すぎるやつはダメだよとか、そういうのもありますから、ちょっと見てみてください。で、損金にできる役員報酬なんですけども、ここに書いてありますね。定期同額給与、事前確定給与、そして業績連動給与と。まあ、この3つは基本的には、損金に参入できると。ただしですね、上記のうち、不相当に高額な部分の金額は損金に参入できないと。一応法律で決められた給与であっても、いや、お前これ高すぎるだろって、国税庁に言われたら、損金に参入できないんですよ。費用にできない。だからとにかくね、高くして税金負担、法人税を低くしたいみたいなことをやると、逆に給料も課税される、法人税も課税される、ダブル課税ってなっちゃって大損する可能性があります。なのでそこは気をつけてほしいです。で、ある程度ね、このくらいが高額だよみたいな、まあなんか平均とかね、いろんなデータで出てる場合がありますので、その辺のデータを使うってところです。で、いろんなね、裁判事例みたいなの、判決事例みたいな見てても、結構納税者負けてますから、もう言われちゃうと結構勝てないって可能性があります。なんで、まあそこはね気をつけている。まあ異常に高くなきゃ大丈夫ですよ。異常って、まあこんくらいだったら問題ないだろうかっていう金額だったら、まあ大丈夫だと思います。ただ利益出てる分全部潰そうとかって思うと、1億出たら1億給与にしちゃおうみたいに思うと、多分ねやられちゃう可能性が高いので気をつけてください。で、定期同額給与って何かってところなんですけども、支給時期が1ヶ月以下、一定期間ごとで、かつその事業年度の各支給額が同じもの、だから毎月同じしてくださいねと。毎月同じ金額で、毎月同じ日に支給したものが定期同額給与です。じゃあ毎月同じっていつか、ずっと変えれねえのかみたいなことがあるんですけど、そうじゃないですね。実はこれ通常の改定となって、事業年度開始の日から3月以内だったら改定ができます。で、他には臨時の改定って言って、まあ、病気になってもう出れなくなっちゃったとか、それとか病気になって出れなかった人がまたも復帰して戻ってきましたとかいう時は改定ができます。あとは業績がすごく悪化してしまった場合も改定できます。ただこの業績の悪化っていうのがくせ者で、まあ結構やばいよね、今年赤字出そうだからの NG。 基本的にはもう本当に外、銀行とかそういう感じから、社長この給料だったらお金貸せませんと、こんな状況で会社の状況が悪いって言われてもお金貸せないですよ、給料下げてくださいみたいな、そういうような対外的なパターン、対外的な要請があるぐらいの時じゃないと、この業績悪化時改定事由っていうのは認められません。だからそこはね気をつけてほしいです。だから簡単に給料下げない、基本的にはもう一回決めたら1年間はそれを続けるっていう風にしてもらいたいですね。で、事前確定で届出給与っていうのもあります。これね、ボーナスみたいな感じで、これボーナスみたいな感じで、その確定額を届けるんですね。で、こといつまでに届けるかっていうと、事前確定届け出給与、この給与決めましたと、役員にここでボーンって出しますって決めたら、その決議から1ヶ月以内、もしくは事業年度開始から4ヶ月以内、これどっちか早い日に決めなきゃいけない、決めて出さなきゃいけません。で、その場合には出す金額も全部書くと、
株式であったら株式の金数と株定数の株式とかも書く、確定額のストックオプションとかも書く、全部ちゃんと書いていくらだよ。これ1円も基本的にはずれちゃダメ、書いた金額とずれない金額を支給しなきゃいけないってところは注意してください。なんで結構ねこれリスクが多いんですよ。だから毎月同じ金額やってりゃいいんじゃないですかね。どうせ1年間に平均したっていいんだから、ボーナスで500万で、残り1年間で全部で700万、別に毎月100万ずつで1200万にしたっていいんだから、そっちでやった方がまあいいんじゃないかなっていうところもあります。まあいろいろ社会保険の関係でね、ボーナスが多すぎると社会保険得になるとか、そういう可能性があるので、まあそういうやり方もありますけども、そこまで大きな金額じゃなかったらもうほぼほぼ毎月均等にやっていくっていうのがいいのかなと思います。でこれ言うとね、なんだかこうモチベーションが上がんねんだよみたいな社長さん、まあもうどうしてもモチベーションが上がんないんだったらしょうがないですよ、それでやってください。だけど、まあ、もう経営してるんだったら、自分のね、お財布感覚も経営者の感覚で、別にいつまで行けばいくら入ってくるよって言って、トータル的には変わんないよというふうに見ていただいた方が、やっぱ経営的にもいいんじゃないかなと思うし、まあ経営のね、毎月のこういうジグザグもね、なくなるので、安定してね、経営をできるんじゃないかなと思います。で、業績連動給与っていうのもあります。で、これ、非同族会社が業務執行役員に支給する業績連動給与で、以下の要件を満たすものっていうところになってます。まあ、結構ね、いろいろありますよね。算定する状況を仕事の基礎とした客観的なものであることとか、なんか、連動数値の確定後1ヶ月以内に交付されるものとか、で、費用として、計上していることとか、いろいろありますので、ただ、これを使うっていうのはほとんどないですね。個別事例で、まあ、なんか分かんないことがあったら聞いてもらうとか、そういうふうにすればいいんじゃないかなと思います。ほとんどそもそもね、非同族会社ってほとんどないんですよ。で、ほとんどないから、多分皆さんがね、これ見てるときは、大体同族でやってる会社がほとんどだと思いますので、まあ、これって使う機会はほとんどないんじゃないかなと思います。で、役員報酬のポイントなんですけど、まあ、ここに書いてあるんですけどね、中小企業のオーナーは定期同額給与、または事前確定給与の区分に応じ、役員報酬にかかる株主総会決議等の手続きが定められた期限までに実施すると。で、そのために、事業年度中に早いタイミングで年間の利益を想定しようと。適用税率を勘案して役員報酬額を決定しましょうってことです。まあ、さっきね、最初ってもう税金とかそんなに変わんないんだから、あんま考えないでって言ったんですけども、まあそうは言ってもね、1年間でどんくらい利益出るかっていうのを立てるってのはね、当然大事になる。で、これ、事業年中で早いタイミングで利益をね、想定した上でって書いてあるんですけど、僕が言いたいのはね、そうじゃなくて、そのためにやるんじゃなくてね、そもそも経営のためにもう1年始まる時ぐらいには想定してくださいってこと。まあそれに基づいて自分の役員報酬って、どんくらいが適正なのかなって考えてもらって、で、そうやって決定すると。で、その中で、まあ、ちょっと税金とかね、考えたら、ちょっとだから考えていいですよ。ちょっとだったら考えていい。さすがに全く考えるだったら言わないですよ、僕だって。でも、まあ、そこに固執しない利益を出すこと。そして会社を守ること。そこに固執して、経営をしてほしいなと思います。役員報酬、金額ってどうやって決めるのみたいなことを言ってる割には、そのこと気にすんなと。いうところだったんですけども、本当にうまくいってる会社の社長っていうのは、こんな自分の役員報酬がいくらなら節税になるかとかって、そんなこと、そんな気にしてる人少ないですよ。僕が見てる中では。それなんでかって言ったら、その時間、そんな100万円とか50万円の節税の時間を経営で利益を上げることで考えてるからですよ。普段からそういうことを考えてるから利益が出るんですよ。いいですか？いや、ね、必ず節税ばっかじゃなくて、まずは利益を出す。そして会社をね、しっかりと頑丈なものにする。そっから初めて経営を安定させて、会社の目的を達成して、そして節税、最後に節税を考えて、まあそれぐらいでいいんじゃないかなと思います。それが会社長く会社を継続させる秘密だと思います。皆さんもぜひ、そんな風な会社を立ててください。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。それではチャンネル登録をよろしくお願いします。